ディロックパスのアップデートお願いします的なコメントが入ってたので、ボディロックのクローズ割りをね出した時がもう3年ぐらい前の多分動画だと思うんで、今回はやり方をアップデートしたかつやればできる、形にしてるので、しかも短いから今回ぜひねちょっとチャレンジしてほしいかなと思います。まずね、ボディロック組みます。ボディロック組んでいくラインはこのお尻のラインとかだとコントロールが甘い、腰をねコントロールしたいので、以前のパターンはこのねお尻の割れ目のちょっと上の硬い骨のところで組むっていうね形を取ったんだけど、今回はもう普通にこのベルトラインでいいです。ベルトラインの上で組んでしっかり腰周りをロックできればそれでいいです。お尻のねところとかで組むとむしろ弱くなっちゃうんで、しっかり相手のウエストのところで組んでください。これをするために、まずここじゃこうやって組めないから、クローズ入ってる時にね、一回相手の方に乗り上げて、ここ浮かします。で、乗り上げれば乗り上げるほど足がついてきて、ベルトラインが浮くと思うので、このベルトラインのところに、まず手を入れてあげてください。組み方はね、好きに組んでください。Sクラッチもいいし、このゲーブルでもいいんですけど、結構ね、変な組み方すると自分の手が痛かったりする人もいると思うので、自分の手が痛くないように組んでもらえればいいです。究極別に組まなくてもいい。こっちの手が、深く回って、こういう感じに、相手のベルトラインを抱えてて、こっちの手が不利になってもいいので、手の組み方は自由で OK です。腕を回してください。今回は、とりあえず S で組んでおきます。この相手の体向きは正面で、要はこの足全然可動域を制限できてないから、動いても割れない状態です。ここで手がボディロックを組んだら、この足をなるべくこう下に向けていくようにします。で、何をやっていくかっていうと、サイド乗り上げて、こっち、腰切ります。腰を切って、この足を、この太もものね、太ももの下に差し込む感じで、若干この足が浮いてる感じを作りますね。こっちで横切っても、まだね、相手の体正面だからこれ割れない。一度頭の位置をこっち向きからこっち向きに切り替えて腰を切ります。腰を切って再度腰を切ってまたいでいく。この足をねなるべくこういう感じ床にピンしたい。でこれを体でやっていくと、要はこの先に組んでるここが外れやすくなるから、お尻を落とした時に割る時も割ることもできるし、割れなかったらこれをまたいでさらに割っていくこともできます。まずこの状態じゃね組めないから詰める。詰めれば詰めるほど深く組めるから、組んだらベルトラインで組んで、別に戻らなくていいんだけど、この状態で次横に移動します。上に乗って太ももの下に自分のね足を差し込む。で、これじゃまだ割れないから、頭を、向きを変えて、で、腰をね、一回切る。これで、バコッと割ります。もし仮にここで頑張って組んでても、ここでさらに切り返した時に割れる。まだ組んでると。まだ組んでる場合は、これを、ステップしてきて、割っていく。相手のね、もう頭の横ぐらいに自分の頭つけるぐらい、乗り上げる。で、ベルトラインで、クラッチを組む。最悪組めなくても腕が負けてる場合です。で、こっからスタートしてもいいですね。こっから横にずれて、太ももの下に足を差し込む。で、これじゃあね、こうやって割れないから、顔の向き変える。顔の向き変えないと腰うまく蹴れないんで、顔の向き変えて、これで自分のお尻を使って相手の足を落とすね。足を落としたら、再度向きを変えて、またいでいくと。トライポット作って膝乗り上げれば完全にねガードパスをすることができます。